どうも、コウズです。今回ですけども、AKB グループ総監督は普段何をされてる方なのという、動画、コメント欄をちょっと拾っていこうというふうな動画になっております。ぜひチャンネル登録、そして高評価、何卒よろしくお願いいたします。ということで、26件コメントいただいてましてありがとうございます。ちょっとね、見ていきたいなと思うんですけども、正直チームをなくすよりも総監督がポスト消滅させるべきだと思う。まあそうなんだよな、今。もうぶっちゃけさ、もう総監督という立ち位置はもう必要ないんだよね。なぜかというと、その視点、例えば SKE とか NMB とか、その辺がもう完全に独立運営みたいな感じになっちゃったんですよ。だから今最近の AKB のシングル見ても思うとおり、 AKB48 所属メンバーしか選抜メンバーじゃないでしょ。昔はさ、AKB から何名、SKE から何名、NMB から何名みたいな、AKB48 グループ総選抜みたいな、もう48グループ軍団みたいな感じだったわけですけど、だからそういう風な時に、まあ、高見菜が、まあ、総監督としてもう総まとめみたいな、総取りみたいな感じになってたわけですけども、まあだからもう今そういう状況でもなくなったし、じゃあ AKB の中で何リーダーとかキャプテンとかでチーム戦もなくなるからマジでポストいらないよねっていう一方でなんか根強い支配人を置ける議論ね、戸ヶ崎氏以来ね、まあ何人かいたりもしましたけど結局機能しなかったしね。簡単なこと、運営が作った総監督だから運営が敗する、といえば終わり。でもなんかいろいろあるんじゃない、多分もう向井地美音さんに物言う、そのなんだろう、スタッフがいないんじゃないかな、逆に。だってもうなんだろう、一番もはや古株の部類じゃないですか、もうあの辺皆さん。だからなかなかそういうふうにも言いづらいんじゃない、わかんないけど。チームをなくしたように運営を非常に、まあだから ユニバーサルになっちゃったんでっつってすいませんみたいなのはある。まあ なくはないかもな。確かに AKB チーム戦がなくなった時点で総監督の役職を終了。そうなんだよね。そうなん、でもやっぱりなんかこれはどうなんだろうね、どういうやり取りがあったのかやり取りがなかったのかは知らんけど、まあやっぱなんか総監督おりますみたいな、総監督廃止ですっていうのはまあいいようには捉えられない。まあ本当は なくて、ああよかったね、なくなってみたいな。あ、肩の荷が下りるじゃんみたいな話ができればいいんですけど、そうじゃなくて、総監督クビとかいう風なのが、のでどうせ盛り上がるでしょ。だし、多分そういうのも分かってて、多分あんまりそういう風にはやりたくないっていうのもあるんじゃないかな。これから新しい AKB の、だからそう、代替案をちゃんと示せばいいと思う。だから、総監督ではなくて、なんか別の役職とか、まあ別に役職自体いらないんだけどね。これだけ新生 AKB です。レベルが高い子も入ってきて、どんどん生まれ変わっても CM 戦もなくしましたって言ってんだから、辞めるとか終わりにしますとか気の利いた、まだ本人が辞めるっつったら一発なんだけど、多分言ってないから辞めてないんじゃないかな。で、周りは言いづらいみたいな、多分そういう状況なんじゃないかなと思うんですけどね。本人が辞めるっつったら辞めると、やめあのもう亡くなってると思う。だから辞めるとは言ってないと思うよ。まだやってるってことは、本人からは。分社化やコロナ禍で、高見菜の頃より機能も金もないことは組んであげる。何を成したいのですかとは問うてみたい。ねえ、なんかその、もともと AKB 好きだったみたいな話を、向井地美音さんの場合結構あるけど、なんかややもすると私物化みたいなな。なんか、メンバーが瀬戸利考えたらオタク喜ぶじゃんみたいな。いや、でも、全部が全部そうじゃねえわみたいなのもあるからさ、難しいよな。オタクは基本アイドル褒めるからね。そう。だから、そればっかり鵜呑みにしても、ねえ、どうなんでしょうとは思うけど。もはや、48グループは独立参戦制なんで不要です。48グループが集まる歌唱力ナンバー決定戦の、確かに。ミオは人柄、優しさが先行、親友先輩注意できないじゃないかな。でもさ、優しさがある。まあでも、優しさって人それぞれだからね。難しいよね。じゃあなんで岡田奈々の時はかばって他のメンバーの時はかばわねえんだみたいな議論あるじゃないですか。スキャンダル出た時にスルーじゃないですか。
だからグループへのこう帰属意識があって、そういうのがあればね、いやこうなんですみたいな話ができるかもしれないけど、まあそもそも恋愛禁止じゃないですって言ったから別にスルーでよくねっていうのは、まあ逆に頭いいかもしれないよね。そう、岡田奈々以降は全てスキャンダルが出ても恋愛禁止じゃありませんって言ったじゃないですかって言えちゃうからね。だから触れてないみたいなね。でもそれってどうなんてその感情と、なんだろう、建前の話でさ、結構難しいよね。でもアイドルはそういう感情を揺さぶって人気を得る職業だと思うので、理屈じゃなくて、どっちかっていうと。だからそこを見られてるっていう風な上でそういう行動するっていうのは、まあプラスにはならない可能性の方が高いですよね。これかしら、激しくと一番説得力がある。総監督が林 AKB のリーダーで、選抜の中キャプテンを決めるリーダーと、やめないで、運営が作った総監督が運営が入って、だ運営が言えないんじゃないか、単純に。もうベテランすぎて、向井地美音さん。美音もう何してもだから叩かれててかわいそう。まあね。運営に向けられるべきことは、まあでも総監督とかそういうポストにあるメンバーってそういうもんじゃない。だってさ、イコラブの不祥事をさ、プロデューサーである指原莉乃さんが詫びるじゃん。詫びろ、詫びろ、つって、詫びるじゃん。みんな。で、そうしたら火消しになるじゃん。あれ、本当はマネジメント会社とかがやるべきで、マネジメント会社 の、 あの責任者とかがやるべきで、プロデューサーの範囲ってどこまでなんて考えたときに、別にその、メンバーの管理も多少噛んでるかもしれないけど、スタッフに任してる部分だったり、その、現場現場の担当責任者みたいに絶対いるはずだからさ、全てあれはサッシーが背負うべきではないと思うんだけど、オタク黙らせるためにはサッシーが出た方が早いっていうだけだと思うんだよね。だから向井地美音さんはそういう役割を背負う覚悟があるかって言ったら別にそうでもなさそうっていう。ねえ。ユイハンまで総選挙もあったし、本店支店メンバー、混在グループコンサートもあったけど、みんな、以前と答えみんな仲いいですとか言ってましたが、そうなのかなって。だから自分の見えてる範囲内ではそうかもしれないよね。総監督自体がお気に入りのメンバーとベトにくっついてる。そうだよね。それはわかる。そうそうそう。そもそもチーム戦もなくなったからチームリーダーを束ねるっていう役割もない。まあそうなんだよね。斎藤真希子さんのように支配人でいいんじゃないですか。まあ斎藤真希子さんもう、もうやや運営側に入ってるもんね。もうね。マジで。AKB リーダーに名称変更すべき。ねえ、いや、なんだろうな、リーダーっつっても、まあリーダーぐらいだったらまだあれなのかな、ハードル下がるのかな。最近は48卒業発表、あと、そう、あげなくなりました。視点はもう諦めました。りんちゃんやえりちゃんかなり怒ってます。そうなんだよな。そうそうそう。だメンバーによるんだよな、多分。まあ好き嫌いあるだろうしな。役職手当。柏木さんに渡した方がいいのでは。面白い。責任者で、それ、総監督リーダーの役職な、リーダーのアイドルグループがないから名前を変えればいいな。まあリーダーも、だったらもっと、それこそ村山由里さんとかにすればって思うけどね。リーダーとかだったら。総監督が真中にした。なんかさ、田口真中、あの擁立論結構あるけど、いやあの子しんどいだろう普通に。単純にこう先輩に盾ついてるイメージで物言えるみたいになってるけど、別にまとめる能力と物言う、なんかずけずけ物言う能力は別ですからね。難しいと思うよ。なかなか誰でもできる仕事ではないんじゃないかな。篠崎の不祥事に知らん顔の向かい、高橋さん時代ウェット現場のパン、そうだね。翼いらない、総監督みたいな。まあそんな感じですね。いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の表題タイトルになっているわけですけれども、
僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。